スネーク聞こえる。私よ。ナオミ、君は一体。今、キャンベルさんたちの目を盗んで、別の無線機で話をしているの。ナオミ、大佐の話は本当なのか。ええ。でも、すべてが嘘ではないわ。本当の部分もある。君は誰なんだ。私にもわからない。親の顔も名前も、今の名前や戸籍はお金で買ったもの。私が遺伝子に固執した理由は本当よ。自分を知りたいからそう言ったな。ええ、私は自分が誰だかわからない。年齢も人種さえも。ナオミ、私はローデシアで拾われた孤児だったの。80年代のこと。ローデシア。ローデシア独立戦争の頃か。ジンバブエはイギリス領だった。当時はインド人が多く働いていた。だから私の肌の色はそのためかもしれない。でもそれもわからない。ナオミ、どうして自分の過去にこだわる。今の自分を理解できればいいじゃないか。今の私を理解。誰も私を理解などしてくれなかったわ。私はずっと自分を探してた。兄とあの人に会うまではね。兄？そうよ、フランク・イエーガー。なんだって。兄も少年兵士だったわ。ザンベジ川で餓死寸前の幼い私を拾って、自分の食べ物を割いてくれた。そう、あなたが廃人にしたフランク・イエーガーは私の兄、唯一の家族。バカな。グレイ・フォックスが。私たちはあの地獄で生き延びた。兄が守ってくれた。兄は私の全てだった。私の存在を、私という個人を証明する唯一の拠り所だった。やつが君をアメリカに。いいえ、モザンビークであの人に助けられた。あの人、ビッグボスか。ええ、彼は私たちをこの自由の国へ導いてくれた。でも兄はあの人とまた戦場へ戻っていったわ。そして戻ってきた時には、私は復讐を誓った。兄を廃人とし、あの人を殺したあなたに。フォックスハンドに入ったのはそのためよ。ここにいれば必ずあなたに会える、そう思ったから。思いは果たせたな。そうね、2年も待ったわ。俺を殺す、ただそれだけのために。ええ、そう、2年。この2年間ずっとあなたを待っていた。あなただけを恋焦がれるように。今も憎いか。少し違う。あなたのことを誤解していたところもある。リキッドたちとは。彼らも兄の仇よ。まさか君の前任者を殺したのも、グレイフォックスをゲノム兵の実験体にしたという。クラーク博士のこと。いいえ、彼を殺したのは兄よ。私は事件を隠蔽し兄をかくまった。忍者グレイフォックスは俺を殺すためにここに。違うと思う。兄はただあなたと戦うためだけに。初めは分からなかったけど、今は分かる気がするわ。あなたとの戦い、それだけのために兄は生きてるのよ、きっと。フォックス。ナオミ、教えてほしい。フォックスダイのこと。フォックスダイは特定人物だけを死に至らしめるレトロウイルスよ。まずフォックスダイは体内のマクロファージに感染する。フォックスダイにはタンパク質工学で生み出された認識酵素、特定の遺伝子配列に反応するようプログラムされた酵素が導入されているの。その酵素で暗殺ターゲットの DNA を認識している。認識酵素が反応して活性を示すと、フォックスダイはマクロファージの組織を使って TNF イプシロンを作り始める。何？サイトカインの一種で細胞死を誘発するペプチドよ。
TNF イプシロンは血流に乗って心臓に達し、心筋細胞の TNF レセプターに結合する。それで心臓発作を。刺激を受けた心筋細胞は急激なアポトーシスを起こすわ。そしてその人物は死ぬ。アポトーシス、細胞が自殺するための遺伝子プログラムか。ナオミ。何？当然俺も殺すようにプログラムしたんだろう。まだ時間はあるのか。ナオミ、俺は君に殺されても仕方がない男だ。だが死ぬわけにはいかない。まだやることが残ってるんだ。聞いて、フォックス大の使用を決定したのは私ではないわ。君じゃない。あなたにフォックス大を注入したのは作戦の一部。それをあなたに伝えたくて。私、自分に素直じゃない。ナオミ、私があなたに本当に伝えたかったのは、スネーク、私。おい、何をしている。スネーク。ナオミ。スネーク、ナオミとの交信はこれ以上許されん。何？ナオミは作戦から外された。ナオミをどうした。フォックス大が作戦の一部とはどういうことだ。大佐、彼女と話をさせろ。できん。彼女は監禁した。大佐、裏切ったな。今は余計なことを考えるな。メタルギアを食い止めることが先決だ。スネーク、いいな。